さんこんにちは、ちゃんこ鍋です。今回は、PVP をするならここ、deka.net というサーバーを紹介します。では、サーバーの入り方を紹介します。その前に、ネット回線がドコモの人は、入れない可能性があります。また、スイッチで遊んでいる人は、説明欄に貼ってある動画を参考にして進めていってください。遊ぶを押して、サーバーのところまで移動します。そして、サーバーを追加を押します。IP アドレスというところに、deka.net と打ってください。その上は、サーバーの名前なので deka と打っておきましょう。下の数字はそのままにしてください。そして、保存を押しましょう。そうしたら、サーバーに、deka が追加されていると思うので、サーバーに接続を押して、サーバーに参加しましょう。少し待ったら、このようなハブに飛ばされると思います。ホットバーにメガースターがあると思うので、それを開いてください。アジアというところを押して、好きなところに入ってください。書いてある数字は人数なので、自分で選んで入りましょう。そうしたら、このようなハブに飛ばされます。ここで剣を開いて、好きなゲームを選ぶことで、遊ぶことができます。今回の動画はいかがでしたか？質問があればぜひコメントしてください。それでは次回会いましょう。